小学生ぶりの図工。あの、姪っ子がいるんですけど、サンタさんのコスプレをしてサンタさんになって、ちゃんとプレゼントしました。本当にセンスないけど、どうしよう。上手ですか？上手です。ゴルフの意図は何でも上手です。でかい。クリスマスの思い出。デート。デート。あ、でも俺初めて彼女できた時は、ちょうどその時やった。あ、そうなん。そう。デートスポットっすか。神戸のイルミネーション見たいっすよね。ちょっと三宮で。マヤさん。マヤさんって山があるんですけど、夜景綺麗とかな。そうそうそう、そこちょっと僕一回も行けてないんですよ。今年は行きたいなと思うんですけど、雪やばいんで、ちょっとさすがに雪やばいんですよ。めっちゃ危ないんで。結局一人なんでね。食べて渋谷渋谷。東京あんまり行ったことないんで、まあ、千葉出身なんですけど、あんまり遊び行けてもなくて、まあ、渋谷とかなんか都会っぽそうでいいなって感じです。すごいですよね、なんかこうやって大学4年間一緒に寮生活してきた同期と、1年後、こうやって作ってくれる。こんなマシュルかなと思って。松本くんでデコレーションしてる。男子寮だったんで、こんなことすること絶対なかった。お疲れ様です。やってますけど、めっちゃ楽しいです。本当に言ってる。完成しました。なんかええ感じやな。色がせこい。かわいい。いいやん。これじゃないですか、やっぱクリスマスといえばサンタ。
がやっぱりセンターに来てで他にちょっと散らばってあとキラキラ入れとかって感じでできました。やっぱ今年は、はい、アベマからのスタートだったので結構苦しい展開だったんですけど、まあ、苦しかったんですけど、まあ結果こうやっていい順位で、まあ、29位でいいですけど終わることができたので、まあ、まだこれからですね、はい、今年あと一戦頑張って来年からも、はい、いい順位でまた終われるように頑張ります。はい、最近はこうギャラリーの方とか現地に応援してくれる方も増えて、まあ、そういうファンの方の応援っていうのはすごく、まあ、ありがたいし、まあ、パフォーマンスもその応援のおかげで上がるっていうのをすごく感じた1年だったので、また来年以降も応援してもらえたらなと思います。うわぁ、なんか A 型出てる。ちゃんとやりたいんですか。できました。これ僕の手だけできます。めっちゃ簡単。どうでしょう。かわいい。持ってます、本当に。僕はちょっともうきらびやかにしようと思って、クリスマスなんで、ちょっと色の濃いのをいっぱい入れてみました。A 型だからね。きちんと。そうですね、僕も QT からの今年は参戦だったので、
まあ、本当1年間あの通していただいてすごくあの嬉しいですし、まあ、本当に始まる時なんで JT に自分が出るようなんてそう思わなかったですけど、こうして今ここで最終戦を迎えられて、皆さんの応援があって自分が今ここにいられると思いますので、また来年もぜひ応援よろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。またこれいじめられるじゃないですか、みんなに。センスないっつって。今年のクリスマス予定はないです。ゴルフはしないですね。はい、もうゆっくりするのが、人混みとか嫌いなんで、終わる頃には手がボンドまみれになってるかもしれないぜひこれ、あの家にメインで飾ってほしいです。いや、なんか楽しくなってきました。なんか一個やりだしたら結構やってる方ですね。できました。ポイントやっぱ一番上のこれですかね。乗っけてるだけなんですけど、見えるかな、この星、うん、なんか上寂しかったんで、どうですか、ね、ありがとうございますいやもうこれ作るのが目標だったんで満足してます。ありがとうございます。来年も作れるように、もうちょっと大きいのと1年間、応援ありがとうございました。皆様の応援のおかげで無事1年間あの心折れずに戦うことができました。このクリスマスツリーもあの皆さんの元に届いて、あの、まあ、見て楽しんでもらえたらなと思います。ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。はい、ゴルフ日本シリーズ、JT カップを優勝した蝉川泰果です。1年間応援ありがとうございました。僕たちが作ったクリスマスツリーを、抽選で皆様へプレゼントします。たくさん応募していただけると嬉しいです。詳しくは JGTO の SNS をチェックしてください。